今日もサッカーをもっと楽しく見るために井上真央でございます。ノーミルク佐藤でございます。サッカーアカデミー、今日はこちらですよ。ドン、サガン鳥栖のエコロジカル成長システム。いやー、エコロジカルということで。そうなんですよ。どういう意味ですか？これに関してはなんですけど、はいはいはい、まあ、何の動画かと言われましたが、高回転ってこと、高回転ってこと。そうですね。まあ、自然環境と調和してる様子みたいなのがエコロジカルの意味でもありますけど、要はすごいいい循環が鳥栖に来るとなるよねっていうことを改めて公表したいなという動画でございます。次々選手が出てきてはってことですもんね。そうなんです。で、一応ね、この動画って、今朝出ました。まあ、今朝ね、こんな動画が出てるかなというところでございますと。はい、ガンバの山本選手とか、まあ、ジュビロね、松原選手、清水に乾選手が入ったよって動画をね、出させていただきまして、まあ、その中でこのお三方のね、移籍理由とか解説させていただいてたんですけども、はい、ちょっとこちらご覧いただきたい。まあ、こんなね、4月19日から4月25日に決まったいろんなね、移籍がありましたけど、という中にですね、はい、まあ、こんなのがありました。横浜 FC から鳥栖に、手塚康平選手、はい、で完全移籍決まりまして、うん、逆に今度その鳥栖から同じタイミングで発表されたのが、鳥栖から横浜市レンタルで、若手フォワードの石井海星選手のレンタル移籍が決まりましたと、はいはいはい、いうのがあったんですと、うん、で他にも広島からね、鳥栖に完全移籍で長沼洋一選手の移籍なんかもあったりしたんですけど、うん、要はまたね、鳥栖が新たに2人出てきたよ、入ってきたよってところがあったりしましたと、はいはい、そういうところで、一体ね、今、また鳥栖といえば、ここね、本当に2年ぐらい、林選手がね、新都トロイデに行ったり、松岡選手、清水に来たりとかもそうでしたけど、うんうん、スタメンが毎回の移籍市場で、かなりこう、ガラガラっとこう変わる。ですよね。うん、はい、だけど、それだけ鳥栖で活躍したってこともありましたと。うん、まあ、今、鳥栖に何が起こってるのかってことを、まあね、改めてこう、見ていきたいような動画でございますと。はい。はい、というところで、うん、はい、こちらでございます。うん、見ていただきましょう。うん、はい。はい、まあ、改めてですけど、今回の移籍市場で、ボランチの手塚康平選手がやってきました。うん、あとはサイドのところに長沼洋一選手がやってきましたということでございますと。はいはい、まあ、長沼選手がまず分かりやすいですよね。うん、E の選手が同じポジションでいて、うん、彼がヴィッセル神戸に行ったので、このアウトサイドのポジション誰か欲しかったようで長沼選手を取ってきた。はいはいはい。で、よく考えると河合健太監督って、うん、以前、愛媛でやってて監督。そうか。で、その時に、広島から愛媛にレンタルで行ってた選手ですから、あうんの呼吸でできる。なるほど。なるほど。いう形。うんうんうん、で、プラス言うと、長沼選手と、あと逆サイドに岩、ね、今回日本代表にも選ばれた岩崎選手いますけど、はい、思えば森安ジャパン、若手の方のね、東京世代の森安ジャパンでずっと一緒にやってましたからね、うん、この二人なんて。そうか、そうか、うん。はいはいはい。そういうところもちょっと大きいよね、なんか、あったりしますか。うんうん、で、もう一人今回横浜 FC から手塚康平選手やってきたんですけど、もともとこうボールの取り扱いに関してはもう J トップクラスに上手い選手。今例えば大分にいる下田北斗選手なんかもそうかもしれないし、それこそ去年までね、鳥栖にいた樋口選手なんかもボールの取り扱い上手い選手ですけど、はい、この深い位置からね、ボールのそのね、長短のその出し入れなんかめちゃくちゃできる選手ですから、うんうんうん、まあね、だったんですけど、実は今年の横浜 FC 途中からですね、はい、ダブルボランチシステムで両方ともがこうバランサーだったり、守備の強度が高い選手をこう配置するようなシステムになってしまって、手塚選手がなかなかシステム上出られなくなってたんですよね。なるほど、なるほど、そういうことか。そうで、はい、長沼選手ももちろん能力高い選手なんですけど、うん、同じポジションが広島大卒2年目からの藤井智也選手で、うん、今 J のオフェンスの、J1 の中でのオフェンス部門、あらゆる部門でトップとかの選手なんですよね。そっか、そうだね。だ手塚選手も長沼選手も能力値はそれこそ他のチーム行ったらレギュラー出れるクラスなのに、なかなか出られなかったってシステムじゃあってしまったと。合点がいくね。そういうところをまあうまく取ってきたという感じですよね。なるほど、なるほど。そうなんです、うんうん。で、よく考えたらね、まあ、下にもちょっと入れましたけど、うん、はい、まあ、ユース出身の松岡選手とか、あとは大卒でね、このチームに来た林大地選手とか、まあ、わかりやすいですけど、うん、よく考えると、この鳥栖ってチーム、最近ここ2年ぐらいは、はい、やっぱ J1 の、まあ、同じレベルですよね。J1 の中で、他のチームでちょっとくすぶってたじゃないですけど、うん、スタメンになりきれなかった選手だったり、はい、J2 から持ってきて、J1 のこの鳥栖の中でも脚光を浴びさせて、J1 の他のチームに移籍していくっていうケースがね。なるほど。なるほど。多いですけど、うんうんうん、今年もよく見たらね、やっぱ堀米選手とかそうですよね。うんうんうん、元甲府のね、ね、選手でもありますけど、はいはい、彼が輝いたり、そして日本代表までついに輝きました岩崎選手とかそうですよね。うんうん、
もともと J1 だったりなかなかこうできなかったとかもありましたけど、今年も一気に台頭しました。はい。で、他にも今年いったら、まあ今年とかね、田代選手なんかもそうだし、うん、まあ、徳島から来たジエゴ選手、まあ柿田選手、宮代選手なんかもそうですよね。はい、みんなそうだって中ですけど、はい、その中に長沼選手だったり、手塚選手も入ってきている感じでございます。はい。で、なんかこれちょっといろんなね、あの方にちょっと聞いてみたってことしてみたんですけど、うん、まさ皆さん、うん、あの、やっぱね、トスはこう、あの、僕らが見てる中でも、あの、こう、そういうね、成長向上化してるところあるじゃないですか、チームとして、うん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 。やっぱりこう、いろんな J のクラブの皆さんから見てもそうなんです。はい。はい。やっぱ、で、なんかこう、選手の皆さん的にも、あの、もしかしたらトスに行ったら俺輝けるかもしれないというか、ちょっと今、魅力に映ってるチームの一つなんですね。なるほど、なるほど。うん。で、じゃあ、なんでトスってそんだけ魅力なのかって言われたら、はい、やっぱりあの他のチームに比べても他のチームみんなすごいんだけど、うん、はい、すごいゲームモデルっていう、いわゆる戦術の本当に求められ方がすっごい細かいとかっていうのがあるんですって。なるほど。ね、ちょっと僕らもね、さすがに選手やった経験はないから、どこまで細かいかのレベルは分かんないけど、うんうんうん、ね、あのここまで他の選手がここのゾーン入ったらここまでいけよとか、はい、あらゆるところが本当細かいらしくて、いわゆるトス出身の人がなんで他のチームにも輝けるのかって言われたら、うんうん、もうあの、ここ以上に細かく求められることってそんなにないと。ああ、なるほど。フットボーラーとして脳みそまで鍛えてくれると言いますか。そういうことなんですよね。それがだからね、去年までの監督のキム・ミョンヒさんだったり、今年の河合健太監督、このトスのチームの中でこう、細かくこう残してきたっていうのが、もしかしたらうまく効いてるかもしれない。ユースとかもね、強いんだもんね。そうなんですよ。含め繋がってるっていうのもすごいですよね。監督変わってもとかね。そうなんですよね。これはすごいな。だから去年までのキム・ミョンヒさんなんかはトップでやってたけど、うん、前はそれこそユースとかやってたから、うん、ね、だからそっちにもこういろんなものを落とし込んできたってことですよね。うまいこと強化部がいろいろってことなんですかね。そうなんですよね。さらにちょっとすごいのが、はい、あの、去年までだったらあまり言われてなかったものなんですけど、うん、あの、走走行距離、あの、トラッキングデータですね、いわゆる。走走行距離、はい。うん。とか、あと、スプリントの回数も実はトスがトップだったりするんですよ。おー。だから他の、で、去年までだと走れるチームの方が、実は、はい、うん、あの、順位的に言うと高く来なかったなんてこと言われたりするんですけど、うんうんうん、今年は実はトスは走り勝ってる試合ほどそれこそ勝利でも、うんうん、勝ち点差にも繋がってたりするので、なるほど。もしかしたらこの走るっていう部分とかも、多分細かく多分データが取ってらっしゃるんじゃないのかなと思われます。だし、やっぱり納得してるから走れるっていうこともあるんでしょうね。そうでしょうね。結果につながる走りなんだっていうのはちゃんと、おのおのが。信じられてるってこともあるしね。もうおそらくもう細かくその戦術のところでもやってるから、ここからここまではこのスピードぐらいで走ってもらわなきゃ困るとか、うん、ところまで今すごい求められてるチームなんじゃないかと思うので、すごい。ここに来たら、俺は伸びる。俺は育つんだ。そして他のチーム J リーグに循環してるって形がありますから。それがこういうのをサイクルを生んでるってことなんだね。そうなんですよね。すごいね。もう理想的よね。そうですね。そういう意味では。はい。だから、今、それこそ他のチームの皆さん的にもトスを見ておくっていうところが、もしかしたらね、あの、来年の自チームの仲間になるって可能性もありますから。うん、ああ、そうか。うん。まあ、トスのサポーターの皆さんからしたら、なんでバイトしなくなっちゃうんだよって思うかもしれないけど。まあね、それはもちろんね、でも、うん、その中でチームの屋台骨がこうね。そうですね。逆に言ったら、今の J リーグを支えてるのはサガントスです。でもこれが何年も繰り返していくと、お金もどんどん溜まってくるしってことでね。そうですね。取られないチームになっていくってことだよね、それね、要は。そういうことですね。ああ、なるほど。あと、今、超強豪になるための道を、それこそスプリントしてるのかもしれません、ね。あれ、なんちょっと何ちょっと、あざとい言い方したんですけど、今、太字でドヤみたいな。ごめんなさい、ごめんなさい。上手でした。上手でしたよ、先生。上手でした。ありがとうございます。またね、あの、移籍の理由に関しては、お監督でも動画出していきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。ということでございます。そして4月29日は、はい、オンラインライブもやっておりますので、ぜひこちらチケット持っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということでございますと、伊予厚司さんとね、伊予の振り返り、その他の代表の話、ワールドカップの話なんかもしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日もありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンぜひ押しといてください。ありがとうございます。ありがとうございました。朝晩毎日出してます。いろんな話題でやってます。休み時間ラジオというね、雑談も毎日サブチャンネルで出してますんでね、ミルワカ虎の穴チャンネルというのもぜひ見つけてみてくださいということで、お願いします。井上までございました。能見里でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回です。すごい。どうもどうも。